はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。では倉庫を目指してというところで Mac ステーションからだったんですけれども、まあこの拠点から来た方が早いんでとりあえずワープしてきました。ではこのまま、倉庫を目指していきましょう。こっちかな。で、こっちか。で、こっちですね。お、なんか鎌持ったやつがスカルマスターじゃん。キルキル店あと勢ぞろいしてんな。弱点氷だ。みんな、なんか3匹のキルキル店が揃ったらなんかあるとかあんのかな。おお、おお、協力してきた。ヒール1がもうほとんどなんか機能しなくなってきたな。200って。でここでビギナギナとあったからこの奥ですね。おっと、またこのパターンか。とりあえずキルキル店は1匹排除しとくか。うおー、めっちゃ食らった。ひるんでる。しかもこのままガンガン攻める。死んだ。いや、どこ。回復をさせなくては。リザレクションでヒールと、自分にもヒール。うおー、14はめっちゃ使うな。なんかアビリティで SP が減るやつとかないのかな。宝箱20円ってどういうこと。キュルキュル店もヒットポイント760って結構あるな。どっちだ。わからないけど、なんか戻ってきたっぽい。ここは一周回って終わりだな。ってことはこういって、結構いっぱいひるんでんな、みんな。で、こっちはいけないから。あれ？あ、こっちか。で、こっち行って。なんか右行くと絶対戻されそうだな。何かがいる。敵だ。様子がおかしいぞ。う、死んでんのか。いや、昏睡状態だ。レギオンの仕業だな。やつめ、もう付近まで来てるのか。急ごうぜ。美しい心があんのか、あいつに。おっと、キルキルテン、まずは一体を。よし、じゃあ先にあの美しい心を奪うやつから戦うんですかね。あ、広場っぽいな、ここは。なんて美しい指輪だ。
エキサイティング。レギオンはすでに指輪を手にしていた。その指輪はインフィニティの指輪。それは俺のものだ。返してもらおう。遅い。俺が先に手に入れたんだ。だったら力ずくでも。さあ、ショータイムだ。レギオンが襲ってきた。こいつはどうしようかな。まあまずツインドライブかけて、バイオセンサーかけて、カプルかけて、強化の時間ですね。強化の時間なんかちょっと減ってんな。なぎなた、いてー。よし、GN バスターソード、ベスパー、こいつはなんか若干パワーが弱えな。パワーってこの攻撃力のパワーが、メテを使うか。ヒールで回復。おーっと、どうしようかな。エネルギー攻撃をするか。クランタマジで超強いなこれ。どうしよう。メガライフキットはちょっともったいないしな。メテオで使おう。おお、死んだ。まさか。1回しか使えないかな。ちょっと。こいつはメガライフキットじゃなくて復活キットで蘇らせよう。早めの回復をしておくか。結構使うから嫌なんだけどな。おっと、よし、これラッシュかけていけるかな。ラッシュかけます。トランザム、ベースバー。こいつは死んだからこれしかない。ストライクドラゴン、いけ。1270900 1500 1000、倒せない。ギャー、死んだ。ここで死んでしまったか。ちょっと自分は回復ディフェンス、いでー、いて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 、くらえ。なんと、よし、連続行動 OK。 どうしよう。ヒーロー技トランザムコンボをちょっと使っちゃおう。でこいつはヒールレイン3回いけるからな。メテを使ってちょっとメーターを貯めましょう。でこいつはもう攻撃しかないな。すげえなこの行動回数。一気に持ち直した。いだーい。もうこれ絶対決まる。あれ、そうか、ヒーローラッシュ2ターンだっけ。あ、向こうが使ってきたのか。いや、先に攻撃を仕掛ければいけるはずだ。ちょっと待って、こいつはもう GN バスターソードを使ってベスバーを、ヒーロー技でダブルベスバーか。こいつ一応攻撃しとくか。こいつは一番攻撃力の高いドラゴンテイル。いやー、早い、くらえ。よっしゃ、危ねえ。ヒーロー技で勝利。インフィニティリングを入手しました。ウィザードの新しいスキルが解放されました。やったー。あれ、レギオのチップ手に入れた。だがまだだって言ってるからな。まだ戦うのかな。しぶてえ野郎だ。ビースト、俺に任せろ。この指輪で蹴りをつける。さあ、フィナーレだ。お、新しく覚えた技か。ドラゴン
誰かを絶望させようとする奴がいる限り、俺は戦う。やった！フィナーレだ。うっとーりょうだん、我に立てぬものなし。フィール、ガーン。あれ、なんか出てきた。ふふふ、ハロー、グレムリン。ああ、レギオンならこんな仕事簡単にやってくれると思ったのにな。ま、考えようによっては面白くなってきたってことかな。じゃ、またねー。またねー。グレムリンまで現れるとは。ちょ、終わんねえのかよ。待て、俺はまだ腹が減ってんだ。ビースト、そこまでだ。ベルガギロス、コソ泥のような真似をするとは。これだから下賤な者どもは。お前たちだってネバーから略奪したんだろう。奴らの金儲けの道具にされるより高貴な目的のために使われる方がいいのだ。ゴー、なんだ。ピピーピピー、緊急通信。何、わかった、すぐ向かう。貴様らの後始末は後回しだ。待て、ゴーン。この音はなんだ、何が起きている。ピーピーピー、こちらにも通信だ。こちらアクセル、聞こえるか。どうやらデビルガンダムが姿を現したらしい。なんだって。すまないが応援を頼む。位置情報を送るから至急来てくれ。よし、すぐ行く。インフィニティがウィザードの手に。少し面倒なことになってきたな。少し前、やっと見つけたぞ。ググ、気づかれた。ゴー、ゲルマン忍法が見破られている。ガー、何事だ。どうした、デビルガンダム。まずい。ん、シュピーゲル。ガーガーガー、うわー。よーし、よくやった、デビルガンダム。ゴーゴー、デビルガンダム。ゴー、落ち着け。ゴー、えい、やはりかけらでは不安定だな。早く生体ユニットを取り込まなければ。ヒーローたちは別動隊から送信された位置情報をもとにデビルガンダムを求めて行動を再開した。この奥に行けばいいのか。ちょっと回復したい。ウルトラマン死にそうだ。でもな、結構遠くまで来てるから拠点が遠いんすよね。この先に行けば中継地点とかあんのかな。こっち行けねえし。ん、行けない。とりあえず突き進みます。なんか見えますね、これほら。ちょっと待ってよ、このままで戦うの。デナンシリーズが出てきた。よし、ティガがとりあえず回復。おお、なんでわざわざ回り道をさせられるんだ。あー、いるなー。死にそうだ、そもそも。んー、どうしよう、ウィザードかな。 F91 がちょっとレベル上がりそうだからな、レベルを上げてから行こうかな。ちょっと2人のレベルを上げていくか、もう話だけで終わるかどうかわかんないっすけど、なんかめんどくさいな。あといくつだっけ。ちょっと一回戦闘して
見たら800万あんもん。あーちょっとあるなまだ。とりあえずライジングガンダムとかめっちゃ使うしな。これで使っちゃおう。またヒーロースピリットタブじゃなくてなんだっけ、パラスピリットタブを。よしちょっとこれでいきましょう。見ろデビルガンダムだ。デビルガンダムに近づくことは許さん。うわまたお前か。コスモ主義、コスモ貴族主義の理想現実のために必要な力なんだ。何がコスモ貴族主義だ。私を倒してから言うのだな。グハー F91 ふっふっくっ。ほうちゃんぬはー大丈夫か。こいつは俺たちが引き受けた。ウォーラーグハー何をしている。お前たちは早くデビルガンダムを。すまないアクセル。よし行くぞ。あんまり行きたくないけどね。うわやっぱ行くのか。行こう。ゴーデビルガンダム。くそどうやって攻める。ガー危ない。また来るぞ。ゴーこのままでは消耗する一方だ。はははデビルガンダムには手も足も出んようだな。ならばわしが相手をしてやろう。はたオリアー。マスターガンダムオリアーとか言うか。どうしたどうした。ヒーローの名が泣くぞ。うおーくいいぞ。それでこそわしが見込んだ連中だ。だがかなり消耗しているはず。今だデビルガンダムよ。直接ヒーローどもを取り込むのだ。ゴーそれが狙いか。ゴー戦うのか。マジか。ちょっとどうしよう。トランザムのツインドライブは一回使っとくかやっぱり。で、バイオセンサーは6だからな。こいつは回復してやるからカップル使いましょう。で、普通の攻撃をしないと SP がない。デビルガンダムヘッド撃ってほしい。しかもこれはちょっと節約していかないとダメだな。銃だな。どっちがいいんだ。こっちが全然強い。ベスバーちょっとウルトラマンでヘッドは倒すか。900。自己再生ってなんだよ。いくつ回復した今見えなかったんだけど。アタックよし OK。 200か。よしカウンターよくやった。今度うわ何回回復すんだよ。こいつはアイテムでもう回復させよう。デスアーミー、うわ耐性がついてる。いろいろドラゴヘルクロウ。おっとやばい。あぶねー。これでカプルが切れたから。こいつはちょっと一回ヒールレインをやっておきましょう。でちょっとメテオでヒーローゲージを上げて、まあ普通に攻撃と。
でこの次にウルトラマンが復活するんで、そこでもう総攻撃をかけちゃいましょう。トランザムヒールレイン、一応カプル貼っとくか。で、ドラゴンクロートランザム痛い。よし、ここだ。あ、まあ、ちょっとラッシュしないと。ラッシュ、ここで決める。ダブルベスパーじゃなくてベスパーコンボス、タイプチェンジコンボ、これでいけるはずだ。頼む、ダブルオー超強い。デビルガンダム、お、チップゲットした、よかったな。やったか、ゴゴゴ。いや、まだ息があるようだ。まずい、このままではデビルガンダムが。とどめは俺に任せろ。どっから出てきたゴッドガンダム。ゴッドガンダム、やはり気になってな。デビルガンダムはこの手で倒したい。させるか、ゴッド。デビルガンダムなくして地球の未来は。うわ、師匠、このバカ弟子が。うわ、ゴッド、差し物ゴッドガンダムもこれもでだな。さあ、おとなしくデビルガンダムの。うわ、マスターガンダム、貴様の相手はこの私だ。生きておったか、シュピーゲル。だがデビルガンダムにしたたか打ちのめされ、かなりのダメージを被っているはず。ぐわっ、ふはは、図星と見た、トーリアン、はぁ、パー、ぐほ、う、シュピーゲル、何をしている、今のうちにデビルガンダムを、けど、早く行け、ぐほ、わ、わかった、そうはいかん、マスター、話せ、シュピーゲル、行くぞ、リューハ、東方腐敗の名のもとに俺のこの手が真っ赤に燃える。勝利をつかめと轟く叫ぶ。爆裂ゴッドフィンガーヒートエンド。やった、よくやった、早くかけらを。俺が行く。アンクは破壊されたデビルガンダムからかけらをつかみ取った。シュピーゲル、大丈夫か。私はもうこれまでだ。何を言ってるんだ。自分のことはよくわかっている、ゴッドガンダム、みんなありがとう。シュピーゲル、シュピーゲル、シュピーゲルー。しかしシュピーゲルは二度と目を開けることはなかった。よくもやってくれたな、わしのデビルガンダムが。許さんぞ、許さんぞ、ゴッド、いな、ヒーローども。自分が何をしたのか分かっておるのか。黙れ、デビルガンダムを使って世界を我が物にせんと企む悪党が。たわけが、わしがいつそんなことを言った。なんだと、知りたければ教えてやろう。勝負の二文字をもってしてな。え、戦えないよ俺。望むところだ、ガンダムファイト、レディーゴー。ふっ、た、危ねえ、俺は戦わなくていいよね。貴様も知っているはずだ、滅びの一度をたどる地球の残像を。ああ、知っているとも。ならばそこから何も学ばなんだか、地球をそのようにした元凶が誰かということも。はっ、やっと気づいたか。わしはデビルガンダムで地球の自然を再生する。
そのためにはまず諸悪の根源である人類の抹殺が必要不可欠。なんだと？それじゃあラフレシアと一緒じゃないか。は、そうか、クロスボーンヴァンガードと組んでいるのはそういうことだったのか。地球を汚す人類がいなければ自然はおのずと蘇る。ははは、そうだ、それが一番だ。ふはは、そのためならば人類など滅びてしまえ。マスターガンダム、貴様。だが人類を抹殺していいはずがない。まだわからんのか。だからお前はアホなのだ。ダークネスフィンガーガッ。拳から深い悲しみが伝わってくる。マスターガンダムの拳が泣いている。俺の心に悲しみが響く。そうだ、拳は魂を表現するもの。ならばこれがマスターガンダムの魂の叫びなのか。うるさい。ぐわ。マスターガンダム、あんたは間違っている。何？人類もまた天然自然の中から生まれたもの、いわば地球の一部。それを忘れて何が自然の、地球の再生だ。共に生き続ける人類を抹殺しての理想郷など、ぐのこっちょ。黙らんか。ぐはー。ゴッドガンダム、ふはは、貴様の力などその程度か。マスターガンダム、今日こそあんたを超えてみせる。何やってる、マスターガンダムを倒すぞ。思わず二人のファイトに見とれてしまった。だがマスターガンダム、許すわけにはいかない。来るのかヒーローども、わしがまとめて倒してくれる。え、マジで無理無理無理、も戦えないよ。ライダーとか12しかないし。ツインドライブシステム22使うしな。トランザムが4ターンか。いや厳しいな、これは厳しいぞ。ライフルモード、バルカン、ケチってかないと。ハンドスラッシュ、メテを使おう。4で使えるしね。こいつ攻撃しかないよ、もう。だって SP 回復したやつ持ってないもん。うわうわうわ、ガードされる。うわ、ひるんでる。あぶねえ。マジでこれどういうことよ。とりあえずガード、みんなガード。いでいで、ヒールレインをかけよう。ガードガード。いでー、うわ、超級覇王伝英団。間違えた、ヒールレイン。自分で自分を回復するメガライフキットもあと3つしかない。うわ、500とかいって。これがガンダムだ。まあ、回復してくれるのはいいけどな。なんと、ここはもうちょっと攻撃に入ろう。アイテム、いやこいつは攻撃だ。もうデスパーコンボが使えないからな。まあ、とりあえずこれでで回復させよう。暗い、足りなかった。そんなことあんのかよ。あんのかよっていうか、マジかよ、強すぎだろ。連続行動ではなくなった。よし、チャンスだ。ヒールレイン、ウルトラマンはもう攻撃をするしかないで、アイテムでメガライフキット、ウルトラマン。くらい、いてぇ、いてぇ。よし、マスターがひるんだ。ラッシュが使えるけどね。ライジングで回復して、
そいつはもう普通に攻撃をするしかないか。いて350に対してんのかよ。今の攻撃が無駄になってしまった。ヒールレイン使って締め手で上げられるだけ上げとこう。こいつは攻撃しかないか。12オフ、はい、何がこれガードされてんだ。打撃か。いやでもな、使えないからね。もう SP がなくて、一応ハンドスラッシュがどれくらい当たるのかちょっと見てみよう。ほい、痛い。うわやばい。あれガードされてる。恐ろしい殺気ってこれラッシュしたらどうなる。ここで一応ちょっとヒトランザムコンボ使おう。でこいつはベースバー使って回復しよう。メガライフキットで、こっちも攻撃に走る。くらえ、1000。よし、1000は当たる。よし、見て。わーっていいんだよな、これは。あと1回しか使えないよ、このライジングガンダム。で、ここで次、しのいだらカプルで、また総攻撃をかけましょう。なんでちょっと待ってね。トランザムを使います。でこいつは回復ライジングで回復させてカプルつけてディフェンス。うわー、ハイパーモードってなんすやねん。うわ、トランザム、なんと、よし、F91 が発動している。トランザムコンボ使ってこいつは攻撃するしかなくね。バルカンが3回使えないから攻撃するしかない。でウルトラマンは溜まってないっていうかラッシュをしてないのか。あ、ラッシュしてある。あれラッシュ足んねえし。しくじったな。そうするとこれアイテムメガライフキットで、ウルトラマンはとりあえず攻撃で、こいつもとりあえず攻撃しとくか。いや、メガライフキット3個使ってもしょうがねえし。うわ、ミスった。よし、うわー、もうラッシュかけよう。いけっかな、トランザムコンボ。ダブルベースアーバー使えないから、ストライクドラゴン。くらえ、600。くらえ、2000。くらえ、1400。やった、あぶねえ。いやー、まさか連戦になるとは。マスターガンダムチップゲット、よーし、きつかった。この足が破れるとはな。ゴッド、お前には教えられたよ。人類もまた自然の一部、それを抹殺するなど自然を破壊するも同じ。わしはまた同じ過ちを繰り返すところであった。師匠、わしをまた師匠と呼んでくれるのか。俺は今の今になって初めて師匠の悲しみを知った。なのに俺は何を言う。所詮わしは滞在人よ。それでもやはり俺のたった一人の師匠です。そうか、ならば流派東方腐敗は王者の風よ。前進敬列天波狂乱、見よ、東方は赤く燃えている。
死んだか。師匠、師匠、師匠。ウィーン。ん？何の音だ？あ、バグだ。なんだ？まさか。チ。こっちもだ。ウィーン。く。おい、見ろ。アンクが指し示した上空にはラフェシアの映像が映し出されていた。諸君驚いたかな。バグの実験を始めさせてもらった。デビルガンダムは滅んだが我々にはまだ手があるということだ。バグ、バグ、生体反応を察知し抹殺するマシンだ。これで地球にはびこる人類という名の害虫を駆除する。まずはこのキューブで我々に反旗を翻すゴミどもの掃除から始めよう。なんだ？くわ！あ、ウルトラの子供たちが、うわあ、逃げろー！あ、一応逃げてんだ。ウィーン、こっちにもいる。ん？何の音だ？ウィーン、スキアリー、うわあ、ウィーン、なんだこいつ、ウィーン、ヌア、バース、下がれ。こんな兵器聞いてないぞ。これがラフレシアのやり方か。く、数が多い。一旦マックステーションへ戻ろう。マックステーションに戻ったヒーローたちはまずかけらを保管室に封印した。少し遅れて別動隊も戻ってきたのでバグへの対処について話を始めた。敵はそいつを街中に放ったようだ。数は分からん。とにかく大量だ。父はとうとうバグを使ってしまったのですね。ああ、人類を抹殺するそうだ。のんびり話し合ってる場合じゃねえ。だが一機ずつ倒してたんじゃキリがないだろう。ラフレシアを倒せばバグの動作は止まるはずです。そうなのか。よし、ならばヒーローたちはラフレシアを。父はおそらく迎賓館です。わかった、迎賓館を目指せ。私もヒーローに同行させてください。この状況は私にも責任があります。いいだろう。ありがとうございます。僕も引き続き一緒に戦う。ラフレシアは許せないんだ。わかった、そうしてくれ。俺たち別動隊は市民をバグから守って被害の拡大を防ごう。そうだな、頼んだぞ。おっと、そういうことなら俺も行かせてもらうよ。市民を守るのが仮面ライダーの使命だ。2号、体はいいのか。もう十分休んだ、任せとけ。よし、ではヒーロー隊はラフレシアを、別動隊はバグに対処してくれ。ヒーローたちはマックステーションを出ると迎賓館に向けて進行を開始した。ウィーン。上空には無数のバグが飛び交い、抵抗する連邦軍の攻撃音が響いていた。こうしている間にも被害は広がる一方だ。急ごう。 OK、 ラフレシアを倒せ。ま、急ごうと言いつつ一旦拠点に戻りましょう。はい、ということで、なんとかデビルガンダムと、そしてその後連戦のマスターガンダムを倒すことができました。結構ギリギリな感じはしましたけれども、じゃあ次回は、迎賓館に行って、まあ、ラフレシアですね、倒していきたいと思いますので、今回はこれで終了したいと思います。